ゆうにゃん姉さんだよ。岐阜県多治見市にやってきましたよ。暑いことで有名ですが、また音をね探していきたいと思います。まずはゆうにゃんお姉さんから第1問、デデン、これは何の音でしょうか。ピーポー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 、正解は救急車でした。こんな感じで音を探していきたいと思います。音の問題があるということなので、皆さんしっかり聞いてみましょう。今回も涼しい音、そして食べ物の音らしいんだけど、みんな何かわかるかな。これを見つけに行きたいと思いますよ。いいですか。はい、はいです。いやいやいや、分かんなくなってきました。三浦優奈なのか、ゆうにゃお姉さんなのか分からなくなってきました。ちょ、今回、まあ、はい、食べ物の音なので、ちょっといろいろ食べ物を探しに行くんですけど、なんか食レポゆうにゃお姉さんバージョンは用意しといた方がいいかもしれないですね。こと言ってくる。あ、私はディレクターさんと仲良くなれない気がしてきましたけど、頑張っていきたいと思います。さて、音を探しにやってきましたけれども、ここにあの音があるのかな。なんだか冷たいおうどんが食べられるということなので、こちらからうどんが来ましたよ。じゃあ早速このからうどん食べてみますけど、どんな音がするかな。ツルツルっていう音だったからちょっと違いますね。音はこのおうどんじゃなかったけれども、すごく美味しくて、すごく夏にぴったりなからうどんでした。うまにゃんでした。さあ、一応なんか答えた方がいいかなと思ってやったんですけど、皆さんはどう思いましたか。それまたコメント欄にね、いっぱい書いていただければ私への励みになりますので、よろしくお願いします。うまにゃんでした。音を探してやってきたのはこちら、村瀬の多治見あられさん。ここが本当にあの音の正体なのか探っていきます。お願いします。こんなキャラクターでやっております。びっくりしますよね。それっていう。よろしくお願いします。どんなものを売ってるんですか。多治見あられって言ってね、うるち米で作られたね、はい、たまり醤油の味の、まあ、本当はおせんべいなんですけど、ネーミングがあられって、はい。探し求めている音なのか、
い？こういう感じの音してましたよね。ちょっと迫力が違うかもしれないですね。もしかしたらもっと迫力のあるものなのかもしれない。いただきます。おいしい。サックサクでお醤油がほんのりくる感じ、たまらないですね、これ。うま、にゃんにゃんにゃん。さ、次のさ、誰かに刺さっているといいですね。他人事みたいなんですよ。次の場所に行ってみにゃん。次も美味しいものが食べられるそうですよ。音聞いていきたいと思いますよ。届きました、こちらかき氷。これがあの音がするのかどうなのか。音はしなかったけど、でもものすごい、すぐ溶ける。音よく聞いててね。それではお願いします。正解は氷が削れる音だったんだね。みんなどうだったかな。みんなもよかったらいろんなものの周りのものの音探してみてね。バイバーイ。バイヤーン。はい、OK です。これは第2部までで。そうですね、ひとまず、まあ、多治見は、はい、もし、はい、好評だったらこのゆうにゃお姉さん、あ、こっちのね、はい、第3弾がまだあるかも。あの見てくれた視聴者の皆さんとかお子さんとかがゆうにゃお姉さんかわいいとか、あ、かわいい、頑張ってみたいな書いてあったらもう倍増するんで、そしたらあのルンルンでこれ持ってきます。また次回どんな形なのか皆さんもぜひチェックよろしくお願いします。チャンネル登録、高評価、コメントとどうも待ってます。みんなありがとうございました。うま。